義務を果たすことだけを考える。わかりました。今度こそ安全な場所に連れて行ってやる。文句はないぜ。到着したら俺たちも一休み。これ以上は働けないなんて。まずはうまい飯。それから静かに。何か聞こえるぞ。怪物だ。何かいるようだ。怪物の大群だ。左右から来るぞ。いっそ地区にいる。安全な場所どころか危なくなる一方だ。この怪物赤いぞ。硬い。銃弾を弾きやがった。攻撃が効かないぞ。射程に入るぜ。黒い怪物よりずっと硬い。もうダメだ。落ち着け。こいつは硬いが伝わらない。勝ち目をつけるぞ。3を出せない怪物だ。諦めたと戦え。隊長の敵は俺が取る。牙に捕まっても諦めるな。怪物を撃って仕留めろ。礼を言うたくて。牙に捕まっても銃で怪物を撃てってよ。それより仲間を当てにしてる。捕まったら助けてくれ。いや、うまい。頭を撃て。EDF は非常事態を宣言し、総司令部への立ち入りを禁じました。これに反発した人々が警備隊ともみ合いになっています。石膏が敵を発見。また来やがった。赤い怪物だ。怪物が来るぞ。これは本当にまずいぞ。こんなの手に負えない。赤い怪物の武器は牙だ。近づかれる前に撃て。総司令官より全兵士に重要な情報を伝え、敵性勢力の正体が、彼らは地球外文明人だと推測される。皆の気持ちはよくわかる。信じられるわけがない。私の頭がおかしくなったと疑った者もいるだろう。しかし残念なことに私は正気だ。これは公式放送であり、我々は地球外文明と遭遇した。地球は侵略を受けている。総司令官より全兵士へ。敵は空からやってくる。今現在地球上に安全な場所はない。あらゆる場所が戦場になりうる。全ての兵士が戦いに備えなければならない。全兵士が最前線にいるものと覚悟してほしい。イエスサー。これ以上気休めを言っても仕方がない。民間人、笑っていると思うが、安全な場所なんてないってよ。残念だったな。そう言うな。こんな状態だ、誰だってわかる。